どうも、フォックス松井の究極攻略パズドラ TV へようこそ。フォックスバンク社長のフォックス松井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はパズドラやりましょう。今回はモンストじゃなくてね、パズル&ドラゴンやっていきましょう。まあざっくりね、私の今のチーム編成見ていただきましょうか。うん、まずはリーダー、緑の中人。こいつをリーダーにすることによって、そのね、動かせる時間が伸びる。エキドナは、相手のターンを4ターン抑えることができる。そしてこの水の竜は、ね、最初からいる、最強の竜。ね。で、この光のユニコーン。こいつは回復役ですね。うん。そして、バッドメン。こいつが秘密兵器です。ではね、とりあえずね、もう、クエスト何か行きましょうか。ダンジョンに行きましょう。で、今ね、パズドラコラボだとかね、いろいろやっておりますが。何一個アンケートダンジョン。アンケートダンジョン行きましょうか。アンケートダンジョン6の攻略してみせましょう。フォックス。上級。強いやついないんか、もっと。これで行きましょう。私のパズルテクニックを、とくとご覧あれ。盤面8コンボ。素晴らしい。落ち込む。セオリー通り。ナイス落ち込む。ナイス落ち込む。うん。落ち込むもテクニックの一つなんでね。素晴らしい。マイル。回復していきましょう。
な。もうハートないんやけど。はい、今回はアンケートダンジョン6の上級の攻略でした。ありがとうございました。